旦那に、最近の晩ご飯のおかず、手抜いてない？と言われた。どこが？って聞いたら、以前は、副菜が3から4種類あったのに、最近2種類とか1種類の時もあるし、と言われたので、あの頃とは状況が違うでしょって言ったら、1日家にいるんだから、作る気があれば作れるでしょ。手抜くなよ、って言われた。で、どうする？明日から自分で作る？って言ってやった。ヘトヘトに疲れてる時だったから、旦那の言葉にいちいちムカついた。そしたら、なんじゃその言い方は。と突然怒鳴ったので、こっちのセリフじゃ。と怒鳴り返したら張り倒された。副菜3から4種類作ってた頃と、今は状況が違うだろ。あんたの母親引き取って世話してるの誰だよ。着替えも食事もトイレもお世話して、食事だって自分たちの分とお母さんの分と別々に煮たりしてる分手間もかかる。トイレが間に合わなくて粗相すれば片付けだって大変だ。その日は義母の精神状態は不安定で、時々言うこと聞いてくれなくなる。あれほど自分でトイレに行かないでって言ってるのに。夕方、私が食事の支度に取り掛かろうとしてたから気を使ったらしく、一人でなんてできないのに自分でトイレに行こうとして車椅子から落ちた上に粗相して病院連れて行ったり、粗相の片付けにてんてこまいだった。そんな日に限って、旦那いつもより早く帰宅して、上のセリフ、お母さんのことは大好きだし、元気な時によくしてくれた恩返しだと思うから頑張ってた。なのになんであんたが分かってくれないんだよ。ムカついて部屋にこもって泣いてたら、義母が車椅子転がして部屋の前まで来て、たどたどしい言葉で、私のせいでごめんね、なんて言うから余計に悲しくなって、余計に旦那が許せなかった。そのまま旦那と顔を合わさずに翌朝出社していったから、鍵屋さん呼んでチリンダーごと鍵替えたった。夜帰ってきたけど入れてやらんかった。玄関には手紙を貼っておいた。今後の介護を自分でするか、土下座して謝るか、どっちか選べって書いた。今晩旦那がどう出るかによってはしばらく実家に帰らせてもらうつもり。お母さんには納得するまでやったらええわーとにやりとされたわら。当時は共働きだったから、休みの日に常備菜を山ほど作ってストックしてた。それを小出しにしてただけなんだけど、あと納豆とか冷ややっことかね。今はそんなまとまった時間取れないからさ。まあ義母が味方についてくれるだけでも幸せなのかも。数時間後の書き込み、旦那からメール来た。ちゃんと謝りますから家に入れてくださいって。敬語わらわらわら。解決したので簡単に報告を。旦那、会社で愚痴ったら逆に男女問わず同僚及び上司からフルボッコにあったらしい。特に女子社員からは口々に私なら離婚だと言われたそうで、相当反省したようです。特に上司からお前は嫁さんの親のことをどれだけ考えていると言われてガツンと来たそうです。土下座して謝られました。今後については月に1日だけ完全な私の休日をもらうことになりました。旦那はせめて週1はできる限り手伝うと言ってくれましたが、中途半端に週1手伝ってもらうより完全な休日を1日でいいから欲しいと思いまして、旦那も1日だけと思えば覚悟を決めて丸1日義母と向き合うだろうと思うし、甘いと言われるかもしれませんが、私なりの介護のペースも出来上がってるので、その方が私自身が楽なんです。とにかく家事については文句を言うなら自分でやるという意識を持ってくれと、それだけはきつく言いました。